画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトウェスカーやっていきたいと思います。まだ動画撮ってないんですけど、これからね、撮ります。はい。パーク構成、アドオン構成、こんな感じでして、予備軍イラプションズさんは強いと。で、あれですね、ウェスカーというか、ブラッドウェブの仕様が変わって、こんな感じでね、パーク揃いやすくなったんで、もう一応全部ね、揃ってます。パークルーレットも、来週からね、ウェスカも入れて、ルーレットに入ってたらね、やっていきたいなと思ってますけど。で、もう一個、まやかしですね。で、これ、サバイバーをもう10戦ぐらいやって、ウェスカと当たってきたんですけど、8人ぐらいかな、10の8ぐらいで、まやかし持ってて、で、なんだろうな。まやかしがあることでめちゃくちゃ有利になるかと言われたらそうじゃないんだけど、まやかしないときついって感じかな。というのも特殊能力で窓枠を超えれるんですけど、窓枠超えられた後にまた超えられたら、なんか、リージョンみたいに対処法があるわけでもないんで、それがちょっと面倒だからまやかしつけてるみたいな感じじゃないかな。サバイバーからしたらね、大体、猛毒バウンドで、まだ超えてくれるんで、じゃあ次のところ行きましょうみたいな感じで引っ張れるんでね、サバイバーとしてはまやかしある、あっても、チェイスはそんな変わらないですね。ないと、きついみたいな。そっちの方かな。で、アドオンはなんか適当に、救急スプレーの使用を利用する時間が、2秒増加と、猛毒バウンドの再チャージ時間が減少すると。で、なんだろうな、サバイバーで当たった感想なんだけど、猛毒バウンドね、避けやすいね。当たり判定めちゃくちゃ狭くなったって聞いたけど、やりましょうか。はい、とりあえず、全滅できた試合、最初の試合と全滅できた試合を動画にしようかな、今回は。珍しく。じゃあやっていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。初戦です。はい。で、なんだろうな、評価めちゃくちゃ分かれてるんだけど、私個人的には、使う前ね、そんな強くないんじゃないというところですね。ホラーにいないか。移動は早いんだけどね。ブライトでよくねってなるよ。そう、この猛毒バウンドをうまいこと生かさないと、ちょっときつくて。それ以外はただの徒歩キラーなんで。よいしょ。なので、いかにこの猛毒バウンドを生かすかなんですけど、それも難しいのではという、そういう感想。スタート。安心感はどうだろうね。呼び込みのとこか。ないか。こんだけの移動に使うんだったら、ブライトの方が使い勝手はいいよねっていう感じで。わあ、離れるでしょ。しょっ。全然届かない。窓枠超えてね。
障害物への当たり判定が少なくなったらしいんですけど、だから何感が半端ない。は？どこ行った？あーそっちか。やばいやばい。全然飛べないんだけど。ナースでいいや。あーダメだ。おせーリチャージおせー。リチャージ時間いらないんじゃないこのキラー。いやー予約だ。予約ダウンが取れたんだけど、いや無理じゃね。I'll see you dead. レベル3のないマイケルの方が強いぐらいに思うんだけど。高速移動がある分それよりはマシなのかな。全然そうは思えないんだけど。全然そうは思えないですね私は。フレコ？You disappoint me. Is that the best you've got? うわあ、ちょっと待って、一回目と二回目の間の時間が短すぎる。なんだこのキラー、弱え。追いついてたらもっと楽だったよ。いいなこれは。1回目に飛べる範囲が短すぎる。驚くべきことに。そしてナースよりも長いリチャージ時間。ふざけている。はあ？なんか神がかり的な。神がかり的なことできたわ。待って、最近なんかまたマウスがね少し悪いんで。よいしょ。このいたぐれで強いわけでもないし。よいしょ。いたぐれでとりわけ強いというわけでもない。今のはね、もうちゃんとね見て回ってたらね捕まえられなかったよ。
よいしょ。まあこれ壊滅状態なんだけど、割と、うん、全滅取れるとは思ってなかったんだけど、まあ、これはね、あれですね、サバ側が、サバ側が割と、これ飛びすぎちゃうんだよな、ナースみたいに調整できればいいんだけどね。調整できないじゃない。最大感染してるのに掴めないの、これ。よいしょ。弱すぎないか。このキラー。よいしょ。うん、溜まってないんかい、二つ。遅えな、溜まるのが。溜まるのが遅え、チャージが。ん？やばいな。どうすれば強くなるよ。どうすれば強くなるというか、どうすればまともに戦えると思います皆さん。まともに戦えるキラーではないと思うんですけど。じゃあなんで今まともに戦えてるのかって言われたら、もうそれは奇跡が起きたからなんですね。そうでもしないと割ときついキラーなように思いますけど。ネメシスより弱いんじゃないか、ワンちゃん。ワンちゃんネメシスより弱い。My performance indeed. よいしょ。ネメシスだって板割れるんですよ、触手で。強いでしょ、あの人。ゾンビも従えてるし。よいしょ。いやー、たまんの遅いね。非常に遅いね。よいしょ。まだ生きてる。クローネットが向こう回してたら終わるかもね。よいしょ。移動で使ったら回復するまでにめっちゃ時間かかる。ブライトよりかかるのでは。
ああ、向こう行ったか。まあ、イラプション決めとく。決めて向こう行く。あれ、イラプション入ったままか。なんだろうな、何かの劣化のキラーは嫌よね。何かの劣化になっちゃってるキラーは。なぜで、はぁ、しかし、いないか。なんだろうな、利点を見出すならやっぱりその感染なんだけど、感染も難しいしね。当てるのがそもそもめちゃくちゃ難しいじゃないですか。なんだ、極めたらなんかあんのかな。このキラーの猛毒バウンドを極めたらなんかあります。遅いって思ってたけどさ、猛毒バウンドのリチャージアドオンで減らしてるんだよな。早くしてるんだよな。それで遅いって感じるんだから、まあ相当遅いんでしょうね。よいしょ。どうしたどうしたどうした。よいしょ。私はグリフだけ取らせてもらって、よいしょ。あ、釣りましょう。全滅取れちゃった初戦で。よいしょ。まあ PTB の頃にやり込んだってわけでもないからあれなんだけど、弱い気がするな私は。個人的な意見ね。まあ、そのキラーの強さってその人によるからさ、まあ、大体そのナースが一番強いって思ってる人は変わんないんだけど、変わんないっていうか、まあ、大体みんながそう思ってるんだけど、それ以外のキラーってこう結構序列が人によって分かれるじゃないですか。うん、私はね、あ、弱い方だと思うな。猛毒バウンドがね、そのほぼ移動用、感染悪化させるにしても確か1個のスプレーで2回使えて、確かサプライボックスが5つか6つあるんですよね。そんなことしてたら通電するんですよ、感染ばらまいてたら。あの、確かに、あの、猛毒バウンドで、その感染が最大感染まで行った時のチェイスのしづらさっていうのは、私も一回体感したから分かるんだけど、それはしづらいっていうのは分かるんだけど、そんなことしてたら終わります、試合が。はい。で、まあ、今回は安心感がいなかったってことでね、まあ、ザリーナの救助合戦の時に安心感入れられなかったですけど、安心感があったりしたらもう終わってたよ、今回も。まあ、まだ使いこなせてだけない、使いこなせてないだけなのかもしんないけど。まあ。まあ、しばらくちょっと触ってみて。まあ、まだ初見なんでね。ちょっと、いろいろ考えようかなと思います。というわけで、初プレイでした。まあ、PTB では触ったけど別物らしいんで。はい。というわけで、新キラーウェスカーの動画でございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。